今回は柱間に殺された内浜だらが生きながら得ていた方法がヤバすぎるについて読者の反応集をご紹介します。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは本編どうぞ。だがマダラはバカではなかった。柱間の肉マジでなんなんだよ。食いちぎった肉、シャリンガン以外にも宝あったのかな。単純にアホみたいに強いし調べれば転生者のこととかわかるかもしれん。トネリ君はこのホモ野郎ぶん殴っていいよ。ゲドウマゾウのセキュリティ弱いのが悪いし。右目ってどうなったの？柱間細胞で多分回復した。さらっとかつての兄の盟友を解剖しようとしてる卑劣。死体が消えてるの騒ぎにならなかったのかな。何？兄者の肉を噛みちぎっていた？腹の中から兄者の細胞に食われて消えたのでは？この後柱間が切れてマダラはもうそのままにしておいてくれってなって解剖に戻れなかったりしたんじゃないかな。まあ影分身ならさすがにメス入れたら消えるだろうしね。扉間とマダラがこいつらの体ヤバいし取っておけば何かに使えそうって同じ発想に至ってるのが怖い。扉間の大ポカだよなこれ。こんな異次元の出来事予想するか。イザナギくらいは予想してていいんじゃないかな。無理か。イザナギは知ってても時間差は。当時から柱間細胞については知られてたってことだよな。割とマジで卑劣様作中最大のやらかし。イザナギはやっぱずるいな。柱間は死んだ後まで虐げるの許さないだろうから多分独断。だからこそ死体を山の中になんか隠したんだろうしな。そもそも兄者公認なら山奥に隠す必要ないしな。これ結局マダラにはメス入れられてないし、ノートシャリンガンの研究した時はまだ別のウチハを使ったんだよね。そもそも生きてるウチハの海岸観察してないとわからんだろうし、つまり生きてるうちにノーを。柱間生きてた頃からこんなことしてたのを考えると二代目政権の裏で何してたか想像するだけで怖い。肉移植したらチャクラゲット判定になるんだな。まあ死体バラすくらいは忍者の常識みたいなところはあるから。死体は肉片一つ残さずに始末しなきゃいけないからな。里の仲間ぞ。扉間のやることをすべてバッチリ把握してないとできないよねこの作戦。扉間ならそういうことするマダラ、そういうの分かっちゃう。やはり扉間だこう。これに関してはマダラの方が卑劣様より一枚上手だった。まあ卑劣様はマダラに対しては毎回負けてるんだが。時間差シャリンガンはそれこそ扉間でも知らないくらいの技だったんだな。俺が死んだら柱間は扉間に処分頼むよな。扉間は処分するのやめて解剖するために一旦山かどこかに隠しておくよな。ほらね、忍者なんだから手の内隠すのは当たり前だし。埋葬より厳重に封印されてた可能性も同じくらいあるし、ごっさんゴールみたいなもんだと思う。とりあえず悪の一族の目玉と脳の関係調べるかって取り出してたらどうなったの。マダラからしても一か八かだと思うけど、扉間は死体処分しないだろうなみたいな目算があったのかな。まあ処分されない可能性に欠けたってことじゃないの。イザナギってどれくらい前の過去まで遡ってなかったことにできるんだろう。目が処分されたら無理なんだろうけど、遡って過去を改変するんじゃなくて、あくまで死んでいる現実を生きている現実に書き換える感じなら死後どんだけ経っててもいけそうではある。とりあえず江戸転されてたら、イザナギで蘇る前に一度されてそう。天球ガードとか見てもわかるけど、マダラから扉前の負の信頼がめちゃくちゃ強い。マダラが里を裏切ったのも扉間の存在が大きいし、なんやかんや影響大きいよね。マダラは扉間の行動を読み切っていて、扉間はマダラのこと読み切れなかったってだけの話ではある。柱間はそういうことしないけど、扉間はするみたいな目に山ほどあってきたんだろうな。さすがに処分された後だと時間差イザナギでも無理なのかな。きっちり仮装とかされたら目自体がダメになるだろうし、肝心の目が存在してなきゃな。死体を柱間から扉間が受け取って山に隠して、扉間が去ったタイミングを計算したのすごくない？扉間程度なら復活直後でも殺せる自信あったんだろ。むしろイザナギ発動する時に卑劣様いなくてよかったねって。もしかして扉間さえいなければ柱間とマダラは相思相愛でいられたのでは？決裂したのは大体扉間のせいだけど、方針がまず全然違うから決裂自体は不可避だったと思う。マダラのレス、
時間差発動はできても降下時間自体が長くなるわけじゃないから、解剖されたら死を回避しても生きたまま解剖された現実が残るんだろう。卑劣様じゃなくてもマダラの万華鏡を処分するなんて惜しいことはしないだろう。扉魔が保管するって予測してなくても殺して死体はそのまま放置とかもあるだろうし、あとイザナギって書き換え範囲がでかければでかいほど早く消耗しなかった？自分だけなら即失明はしない網織だけど、味方ごとイザナギしてた過去の内派もいたが、柱間はマダラの解剖は許さなそうだけど、それを無視して扉間がやらかすの読んでたんだろうな。土の中に埋められてたら動けなくなってそのまま死んでたのかな。柱間の性格考えたらちゃんと弔っといてねって言うとは思う。だからこそ扉間は死体隠したわけだし、まだ扉の負の信頼関係強いな。せめて目はくり抜いておくべきだったな。逆に言うと柱間線ではイザナギ温存してたってことよね。マダラ死をなかったことにしても戦闘中だとリスキルされまくりそうで怖い。万華鏡クラスのシャリンガンだとイザナギのメリットより固有能力安さ男使えなくなるデメリットの方がでかい。作中でもイザナギポンポン使ってるのは普通のシャリンガンを使い捨てにできる過去のモブウチハと断像とオビトだけ。江戸天ゾンビつまんねしてたからな。その辺は肉と肉のぶつかり合いを楽しみたかったんだろう。扉間は鉱石もやばいけど、ウチハとマダラに関してはミスばっかりというか、大体扉間が悪い。マダラは柱間が何しでかすかは分かってなさそうだけど、扉間は1秒先の行動全部予測してそうだよね。そもそも扉間に弟殺されたのが根底にあるしな。その辺は戦争自体が悪いから安易に扉間のせいとも言えないけど、扉間にイズナやられた時に柱間が差し出した手をマダラとイズナが拒否らなきゃ多分助かってただろうし、断像のシャリンガン腕に移植するやつは技術に卑劣様のアイデア絡んでそう。憎く一撃ってたの、ここまで考えてのことなの。生前からそんなことに使えると知られてる柱間細胞は何なんだよ。柱間細胞がヤバいというよりは、本能的にインドラーシュラの転生チャクラであることを分かってて、その上で碑文の内容に従ってたんだと思う。柱間に殺される前から発動済みなんだから、死体処分しててもふっと現れちゃうでしょ。これ目に仕込んでるだけだから目なくなったら無理だと思う。体ごと潰された断像が何度も復活してたような。それはイザナギ発動中だからだろ。完全に死んだ後からでも帳消しにできるってことなのか。むちゃくちゃだな。そりゃイザナミが編み出されるわけだ。死んだ自分を現実に書き換えるんだっけ。イザナギで失明してても条件満たせば輪廻眼になれるってことね。ずるいな。一度スサノを習得したら目なくても使えたり、ちょくちょくバグ技みたいのがある。シャリンガンはあくまでチャクラが影響して現れるだけだから目は関係ないとか、いや目移植したらシャリンガンの能力使えるんだから関係ないわけないわ。断像はイザナギ発動中で、マダラはイザナギタイマーかけてただけだから別じゃね。影分身ならこの後に扉間が研究しようとメス入れたら消えたんだろうか。マダラが生きてるのではってならなかったんだろうか。まあその後目撃情報とか一切なかっただろうし、スサノオもだけど、マダラって読めない時にチャクラ吸収やってるよね。そりゃ卑劣様も確かめるためだけにマダラの下半身で江戸転生したくもなる。これ下手したら食いちぎった柱間の肉に体乗っ取られてても不思議じゃなかったよね。この後柱間に解剖はダメぞされて影分身を仮装したのかもしれない。死体がなくなってたらもっと騒ぎになりそうなもんだし、これかな。マダラ細胞的なものもあったのかもしれん。マダラの肉埋め込んだら精神乗っ取られそう。長戸とオビト、実際マダラの輪廻眼は乗っ取ってこようとする。柱間いないのに生き延びて何がしたいんだよ。無限つくよみ。柱間好き、柱間と勝負したいという気持ちと、みんなを救いたいという気持ちは別物なので、少なくとも扉間が死ぬまでずーっと影分身マダラが棺の中にいたのかな。解除時の疲労すごそう。柱間細胞を見くびるな。クロゼツ見るにも、しマダラがイザナギ発動しなくてもマダラの死体で絶対悪いことしてたでしょ。復活したってあるけど、棺にめっちゃ厳重な封印かけられてるように見えるけど、よくバレずに解除したな。断像の先祖が裏で暗躍してたことにしよう。バカではなかったというか、気違いのアイデアだろ。輪廻眼開眼したらイザナギした目も治るんだな。
目に術仕込めるのほんとずるい。うちは一族最強の男の死体をそう簡単には処分できないだろ。こいつよく見たらほとんど兄者の細胞ぞとか言ってるあたり、柱間の細胞は当時からやべえ扱いされてると考えられる。これもしも柱間がマダラの遺体の処理を扉間以外に任せていたらマダラもやばかったの？扉間は誰も信用してないから見張りもいないよな。これ保管先や解剖されるタイミングも読めてないと無理だよね。マダラだから柱間さえその場にいなきゃどうとでもなるだろう。というか柱間って弟と親友がめちゃくちゃ仲悪いこと気がついていなかったのかな。扉間は俺が何とかするとかも言ってたし気づいてないわけではなさそうだが、言い含めれば何とかなるじゃろぐらいの気づき具合だったんだろうな柱間だし。イザナギ失明したらどうなるってあるけど、イザナギ使うって言うなら自分じゃなくて予備のシャリンガン使うよな。簡単に移植できるんだから。親友の肉体噛みちぎるとか何考えてんだこいつ。皆さんは柱間に殺された内浜だらが生きながらえていた方法がヤバすぎるについてどう思いましたか？コメント欄で教えてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。